どうも、高木優也です。高山優馬です。どうも、コーチーゴです。公演の意気込み、なんだろうな。そうですね、僕は俺ね、今突っ込んできました。ありがとうございます。早いよ、受けるの早いよ。ストーンズのテンションでいこうかなと思って、よろしくお願いします。お願いします。玉三郎さんにこう演出していただくので、まあ、自分の新しい引き出しを何だろう作ってもらいながら公演を楽しもうかなと思っております。そうですね、今回の作品はなんか演劇でもないし単なるショーでもないという、うん、不思議な今まで見たことのないような、短編の、戯曲が間にあったりとかしてオムニバスなような形式で進んでいく作品ということで、今までの舞台芸術とはまた、新たな景色が見られるんじゃないかなと思いますので、楽しみに頑張りたいと思います。はい、僕はですね、本当に坂東玉三郎さんの演出に出られることを本当に嬉しく思うんですけど、それとあと優馬くんと高木くんと初めて舞台に立たせてもらうっていう、うん、なんかいろんなワクワクが詰まったような作品になっております。でも自分自身もすごいいい経験になると思うので、一生懸命自分らしさを出しつつ頑張っていきたいかなって思います。頑張ります。そうですね、南沢、はい、京都の、うん、南沢、いや本当に外からしか見たことないので、うん、中がこうどうなってるのかとかわからないでので、まあ、楽しみでしかないですよね。すごい、行ったことあります？俺、南沢一回滝沢歌舞伎、あ、出てるの、立ってんのか、ステージに。いや、立ってない。え、立ってないの？見に行った。あ、見たからね。見に行って、一人で京都行って見に行きました。でもなんかもう劇場もすごいし、周りの雰囲気もね、すごい京都の街並みもいいんで、うん、南沢だって、有形文化財ですよね。あ、そうなんですか、ね、国が登録してるすごい歴史の古い建物ですからね。僕なんかが立っていいんですかね。責任持って ね立たないとね。そうですね、うん、なんで松竹座も僕はちょっと行ったことがないので、僕はもう松竹座出身って言っても、あ、そうですよね、ゆうまくんだってもう関西ジュニアの時からっていう、うん、関西ジャニーズジュニア時代に初めてジュニアだけでコンサートができるってなったのがこの松竹座さん。あ、そうなんだ、はい、そこから毎年のようにやらせてもらってたんで、じゃあちょっと松竹座での過ごし方はゆうまに教えてもらいたいと思います。そうですね、うん、楽屋がね、畳でいいんですよ。あ、そうなんだ、いいね、楽しみ。僕も松竹座は少年たちっていう舞台で1ヶ月ぐらい立たせてもらったのかな、うん、あのお風呂がついてるんですよね。そうそう、大浴場がね、そう、大浴場がついてて、そこに入るのが楽しみで公演頑張ってました。なんで今回も頑張ります。でも両方の劇場、こう、うん、お客さんとの距離もすごい近い。あ、そう、近いですね。お芝居とか作品を見るにはすごく適してる劇場だなと思います。はい、劇場でお待ちしてます。